ゆいのややさんこんばんこばは、えー、中国大使が公式のツイッターで羽生さんにエールを送ったみたいですということなんですけどこれは一大ニュースですね、うん、中国が自国の選手にエールを送るのはいいんですが日本の選手にねエールを送るなんていうことがあるのはこれはすごいですね、うん 中国のファンは政府のお墨付きの愛だって喜んでいるみたいですえ。北京オリンピックに出てくださいのアピールっぽいですね。うんまあ確かにね羽生選手が出場するとやっぱたくさんの人の視聴率とかも上がるので、まあ、そういう経済的なのはねやっぱりあの上昇するんですよね。うんまあ、だからそういうのはあるかもしれませんがただ純粋にですね 中国のファンは多いですからやっぱ羽生選手すごいですねうんはい BNA ホラークシーさんありがとうございます全日本は最高に楽しみですがやはり10月29日からのグランプリスケートカナダですよ、えー、それはねカニラバリエワとアリスアリューのライバル対決あのー、アリスアリュー選手は安定感ありますよね うん、トリプルアクセルを入れて、まあ、多分ちょっと体型が変化をしたので、4回転を入れられないんじゃないかなと、あの僕は見てますが、イ・ヘインも含めて、あの韓国ですが、2019年、ジュニアグランプリシリーズ、二、え、戦、ー、全勝の3人が、えー、勢揃いということみたいです。えー、ロシシアののコストルトルナヤとクタミシュア、えー、それからリカ、えー、若葉の日本勢が どんな演技を見せるか楽しみですねショートプログラムの結果次第だけどフリースケーティング最終グループ6人全員がトリプルアクセルを飛んでくる可能性がありますねということで。 えー、そしてタップダンス70さん、こんばんは、えー。参加するメンツは豪華なんですけど、スケカナのジャッジはいまいち信用できないというか、えー、めっちゃパッションが絡む採点をするような印象があるから、100%は楽しめないですよねということみたいですね。なんかジャッジがいまいちみたいですが、2017年の大会とか、僕の中で1位、2位を争う、えー、謎の大会ですということですが、2017年の大会はどういう大会だったか、僕は忘れてしまったんですけど、 えそして、えっ、ー、と BNA ホラーキさん、タップダンサーのきさんへ、ジャッジの神秘感と好みと感性の美意識と主観と多少の地獄比率はあるでしょうが、それを楽しめばいいのです。まあ,あのジャッジのジャッジをね、えー、楽しむのも一つのフィギュアスケートの楽しみなのかなとは思いますよね。え公式採点の結果は公式データ、公式記録が全てです。ということで、うん。 えー、そして2017年のステートカナダの女子シングルの9人のジャッジは、えー、全員国が違いますので特定の比率はないと思うけどねということですね。で、タップダンサーなで点数は気にせず、えー、演技するだけ楽しみます。ということですね。で、僕は樋口選手のトリプルアクセルですね。これがあの気になります。 気になります。彼女は他のジャンプが結構ね、ミスすることもあるんですよ。ルッツ、フリップ、ループあたりでね、サルコーとかもダブルになっちゃったりするんで、そういったミスが、パンクのミスがなければね、パンクっていうのはトリプルがダブルになっちゃったりとか、シングルになっちゃったりとかするミスですね。それがなければまあいいと思うんで、えー、まあトリプルアクセルよりも他のジャンプが気になりますけどね。うん。えー、坂本花織選手も、 トリプルアクセルはなくても他のジャンプをきれいに決めることができて、えー、まあそれで評価をされているわけですから樋口選手もトリプルアクセルがもしダメだった時のために他のジャンプが、ね、きれいに成功できるようになっているとねかなりいいんじゃないかなとは思うんですけど爆発力のあるジャンプを飛びますからね、うんえー、続きましてゆ位のや,やさんありがとうございますかぶさん学校とスケートで忙しいそうですね忙しいか というか、まああのなんかちょっとなんだ。ずっとぼーっとしていたところからね。いきなり忙しくなったんで、普通の人から見たらいや普通じゃんっていう感じなんですけど、ちょっと気合がね。入ってない感じですね。メロンが1個150円なんて最高ですね。そうなんですよ。安いですよ。日本じゃありえないです。えー、株かさん今日1回目を打ってきたんですけど、腕が上げずに。 え腕が上げにくくて、夜になって熱が出てきました。ワクチンの副反応、やっぱ怖いですね。2回目は10月です。株んでもなんか達成感があります。株んも気合い入れて頑張ってください。ということですが、まあ、フィギュアスケートね、気合い入れて、いろいろこうね、えー、頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございます。 はいえー、そしてもう一丁ゆうのや,やさんありがとうございますえ株さんベルギーでも iPhone13 が話題ですかということなんですけど僕ね全くね時代についてきてないですねうん。 iPhone をそもそも僕持ったことが一度もないし、えー、それから iPhone っていやど機種がどこまで進んでるのかっていうこと全くわかんないので、あの僕一応 Android の携帯使ってるんですけど、なんか iPhone の方がいいなと思ってね、変えたいんですけどね、うん、まあ多分いずれね、変、えー、えると思いますが、えー これから 5G がどんどん出てきそうです。これはね、結構面白いかもしれないです。5G 関連メーカーとかね。あの、一時的にこう、5G は健康に良くないんじゃないかっていうね、話もあったんですけど、まあ、それがね、まあ、改善することができればね、5G 関連もまたね、盛り上がっていくのかなっていうふうには思いますね。うん。はい。えー、それでは、ありがとうございます。